はい、それではご飯食べていきたいと思います。なんせさ、もう一人なんでね、簡単に済ませちゃいますね。で、これね、クラムチャウダーを、まあ、1分ぐらい、こうやってかきますのかな。これ美味しいでしょ。で、餃子。お酢に、胡椒。うちはもうブラックペッパーしかないので、ブラックペッパー、入れて、ちょっと時間経っちゃったけど、じゃあこちらね、コストコで人気の餃子食べてみたいと思います。ニンニク、そんなにニンニク臭くないわ。次の日気になったりするじゃないですか。全然ニンニクきつくはない。美味しい。いいね。たっぷりのお湯で蒸し餃子にして、あれね、お酢と胡椒美味しいですよ。うまっ。ビール飲みたい。クラムチャウダー。これアサリも大ぶりで入ってるし、美味しい。まあね、一人の食事なんてこれまだいい方ですよ。今日コストコでね、買ってきたやつ。下手したらね、もう味見してお腹いっぱいでお菓子で終わっちゃう時もあるから、そんなこんなしてっからね、胃がおかしいとかってみんなに言われるんだよね。まあこうやって商品レビューしながら作ってて、こういう時の方がまともな食事が取れるかもしれない。で、うちのスーパーで、うちの近所のスーパーのね、パン屋さんのバゲットがすっごい美味しいんですよ。ちょっと焼いて、軽く焼くと、また柔らかさが戻って、で、こういう風に、プルコギを、サンチの上に乗せて、で、本当はパンを、乗せてね、食べればいいんだけど、あんまりほら、大きなお口が開けると、あれなので、で、これ食いづれえなぁ。行ってみっか。せーの。おいしい。スーパーで売ってるさ、プルコギ冷凍になってたりするあるじゃない、もう味付けのあれとはね、もう全然違う。もう本当に牛肉をプルコギにしてくれたっていう味。お肉屋さんだってほら、なんかさ、余っちゃったお肉ね、加工しちゃったみたいな感じになってんじゃない。ああいうのと全然違う。美味しい。コーヒー飲みたい。コーヒー入れるの忘れた。夕飯でも私こんな風に洋風ランガイ食べて、洋風が多いかな。洋風の料理で夕飯ね、コーヒー飲むこと多いですね。ホットコーヒー。ファミレス状態だね。まあ和洋折衷っていうか、韓国料理に、どこ、クラムチャウダーに、中国餃子、焼き餃子だから日本か。まあなんだかんだね、こうやって食べてるうちに合いますよ。昔ね、なんだっけ、アイドルがさ、離婚の理由がお刺身とカレーが一緒に出てきたなって言ってたけど、別にこんなのだって美味しいよ。
うん、あ、これね、餃子いける。これね、8個はいけるかもね。お腹空いて、いや、今回コストコの会員上がりましたね。4700いくら、まあ4200円ぐらいだったらしいけど、うん、上がりました。まあ、前に会員入ってて、で、会員入ったのが東京の幕張だったんですよ。で、やっぱり埼玉だと幕張ね、あんまり行かないので、どうしても1年に何回ってことで、その後更新しなかったんですよ。そしたらなんか会員が切れちゃった後ってね、何年か、買えないんでしょ、ペナルティーみたいのがあって、それでうちのそばにまた、一つコストコができて、で、そちらもオープンの時に一回入って、で、その時はまだこうシェアできるお友達っていう人たちがいなくてね、で、やっぱり家族だけで行くのはすごいもったいないって感じでね、やっぱり行かずに1回は行って、まあ元取れるって感じだから、で、行かなくて、で、やっぱり期限が来ちゃって、やっぱりペナルティってことで、もう何年か越し。で、今日ね、久々に3回目入会して写真撮られて入って、で、まあ今お友達とシェアできるんで、まあ今度の時は一緒に、私がカードを持ってると、まあ大人の人、まあ子供は10歳以下は何人でもいいんだけど、大人は2名まで。だから私で3人買い物できるんで、それで5% は上乗せされないんですね、会員価格で。これ会員じゃなくて1日優待とか、ああいう類ので行くと 5% 上乗せされちゃうから、1万円だと1万500円か。500円あれば本当にディナーロールあれ以降買えちゃうぐらいだからね、もったいないよね。うん。だからまあ、カードを持ってる人と一緒に入ると、随分こうやってたんまり買えるので、これクラムチャウダータワー。これお弁当と朝朝食でね、うち好きなんで、これね、あっという間に多分1週間しないうちになくなっちゃうと思うんだけど。うん。これも、1個あたり100いくらなんで、缶詰ね、買って牛乳買って作って食べると思うと、こっちの方が安いかもしれない。うん。美味しい。一人でね、こうやって、まあ、もう喋る相手がいないからさ、こうやってテレビに向かって、カメラに向かって、お話しして、なんかもなしいね。しょうがないよね。うまい。まあ、こんな感じでね、今日は夕飯動画。あ、コストコの、一応買ってきたものを使って、今日、まあ、餃子と、クラムチャウダースープ、あと、プルコギを乗せた、バゲット、うん、ご紹介でした。どうもご視聴ありがとうございます。ゲップしちゃった。バイナラー。